はい、それではね、今回は2009年第2回第4問問6番の回答から出題していきます。早速ね、問題も読んでいくと、文章中の空欄、イとウに入る語の正しい組み合わせ、次のうちのどれか回答番号は21ってことですね。はい、じゃあ上の文章読んでいきますよ。はい、腎臓は多数の人体、人単位、ネフロンからなっている人単位は、子宮体とそれを、囲む膨慢の及び、そこから伸びる細尿管、腎細管からできていて、さらに集合管に続いている。動脈を通って腎臓に入った血液は、子宮体を通る間にろ過されて、赤血球や白血球などの、血球と、何とかなどを除く成分が膨慢のに越し出されるね。これろ過されないのはどんなやつだったかなって代表例ね。まあ、この高分子ね、タンパク質とかね、タンパク質とかね。でしたね、巨大分子、ね、こんなの通らないよってことでしたからね、まあ、E にはタンパク質が入ればいいかなってことでね、まあ、E にタンパク質入れるようなやつは4番5番どっちかですね。でさらにその後下の分子読んでいきますね、はい、原尿はその後細尿管から脂肪管に流れる間に体に必要な成分が毛細血管で再吸収される。この再吸収を調節するホルモンの一つが脳下垂体から分泌されるバスプレシンであると。脳下垂体からバスプレシンが分泌されると結果として尿量は何度どうなるんですかということですね。バスプレシンの働きは何かなって言ったらね、バスプレシンは集合管にね、働きかけて水の再吸収を促進するってわけでしたから、水はね、まあ、原尿の中からね、こう吸い出されるということですから、そうなったらね、尿の量はどうなりますかって言ったら、ね、水のが減るわけですからね、尿の量は減りますね。上のところは減るってことで、タンパク質減る、まあ減少ですね、今回の場合減少っていう組み合わせになってる4番が答えになるというわけですね。まあ、ちょっと考えたらこれは分かりますね。はい、まあ、タンパク質がろ過されないってことはしっかりとね、頭の中に入れておきましょうね。はい、それではね、これで2009年第2回第4問問6番の回答解説終わりにして、次回からね、2010年の第1回第4問の回答解説をしていくので、しっかりと予習してから来てください。はい、それではね、次回は2010年第1回第4問問1番の回答解説をしていくので、次の動画へどうぞ。